やってきたよ。お待たせいたしました。ついに。ありがとうございます。それではただいまより、はい、コートチーム決定戦決勝戦、そして日本一決定戦を行います。まずは今回行われます日本一決定戦に至るまでの軌跡ということで、こちらの VTR をご覧ください。ついにユニバースツアー2018の日本一のヒーローが決定するぜ。ここまで来るのに本当にすごいバトルを勝ち抜いてきたんだよね。そうだな、今年もたくさんの新しいヒーローが誕生したぞ。気持ちは嬉しいです。全日本一になりたいです。チャージインパクトとかうまく決めていきたいです。すごい緊張したんですけど、何とか勝ててよかったです。絶対負けません。サポートしてくれた人のためにも優勝しようと思って頑張りました。絶対勝ちます。ということで、いい VTR だ、はい、エリア代表ヒーロー決定戦から始まり、東西代表ヒーロー決定戦と、もう本当に長い戦いを超えてここまでやってきたという感じですね、はい、ですね、うん、そう、ちなみに日本一になるともらえるスペシャルなものがあるんですよね。そう、これ出るのかな、はい、はい、そう、王者の証チャンピオンベルトをプレゼントするぞ。これアバターに装着できるから、すごい、めちゃめちゃかっこいいだろ、強そう、ねえ、ね、かっこいいですね。ぜひこちらをゲットしていただきたいと思います。よ、果たして日本一になるのはどちらの選手なのでしょうか。そして、うん、ゴッドチーム決定戦ではどちらのチームが日本一に輝くのか、皆さん楽しみですね。いや、楽しみですね、はい、ちょっと緊張感も高まってまいりましたね。そうですね。さあ、では皆さん大丈夫ですか。早速参りましょう、はい、まずはゴッドチーム決定戦決勝戦を行います。最初に午前中のトーナメント表をご覧いただきましょう。こちらです。さあ、勝ち上がってきた8チームから2チームへとなっております。勝ち上がったのがトマ組、そしてスネーク、トリプルセブンということですね。いや、すごい戦いがずっと繰り広げられて、ね、ね、はい、ついに決勝戦というところで非常に楽しみな感じになっております。はい、それでは選手の方に登場していただきたいと思うのですが、ここで選手の呼び出しはこの方にお願いしたいと思います。再びご登場いただきましょう。島田凛さんです。どうぞ。お願いします。ぜひセンターでよろしくお願いいたします。それではですかね、それでは参りましょう。スネーク、トリプルセブン、ユウキ、ハヤト、ワーターボーイ、かっこいい、かっこいいね。さあ、それでは続いてお呼びいたしましょう。トマ組、
ーズ決めなくていいの？ポーズ。はい。かっこいい。どうぞ、では真ん中にお越しください。さあ、それでは両チーム揃いました。では意気込みを聞いてみたいと思います。はい、まずはスネークトリプルセブンの皆さん、すずちゃんからお願いいたします。はい、では意気込みを一人ずつ教えてください。ここまで来たんで絶対優勝します。おお、では続いて、心強い、頑張って勝ちます。おお、いい声。最後大将、みんなのおかげでここまで来れたので頑張りたいです。頑張ってください。頑張ってください。そして対するトマ組、ゆきから意気込みを聞いてください。よーし、負けないように大きな声で頼むぜ。今の意気込みは絶対勝って優勝したいです。オッケー、頑張れ。さあ、今の意気込みは、なかなか来れないところなんで、いい結果を残したいです。よーし、頑張れよ。さあ、今の意気込みは、チームに迷惑かけたくないので頑張ります。かけないようにね、頑張れよ。頑張ってね。それではバトルの前に対象同士で握手をお願いいたします。はい、ベストを尽くしてください。それでは選手の皆様は準備をお願いいたします。あらかじめ決めてある席に移動をお願いいたします。準備が終了しても合図があるまでボタンは押さないようにお願いいたします。はい、ね、さあ、そして呼び込みがとってとてもかっこよかったですね。かっこよかった、本当に。この呼び込みで登場したかった。いや、気持ちいいだろうね。はい、島田さん、本当にありがとうございました。ありがとうございました。この後はぜひステージ裏で応援をよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。ありがとうございました。さあ、それではバトルは第1部のトーナメントと同様に、左のゲーム機で先鋒戦、右のゲーム機で中堅戦、中央で対象戦と3対戦同時に行い、2勝以上したチームが勝利となります。はい、バトルはそれぞれの対戦台の前にあるモニターでご覧いただけるようになっております。配信では対象戦をご覧いただくことができますので、皆様ぜひ応援をよろしくお願いいたします。はい、さあ、では準備の方はどうでしょうか。はい、準備は大丈夫ということですね。うんうん、それではゆうき、スタートの掛け声をお願いいたします。もうね、ゴッドチーム決定戦、はい、ついに日本一決まるということで、はい、みんな大きな声で頼むぜ。俺がせーのって言ったら一緒にスタートだ。よろしく頼むな。お願いします。じゃあ行くぜ、ゴッドチーム決定戦決勝戦、せーの、スタート。それでは選手の皆さん、バトルをスタートしてください。バトル終了後もスタッフの指示があるまではそのままの席でお願いいたします。皆さん頑張ってください。みたいですね。あ、俺こっち、うん、はい、いよいよ、いよいよ決まるということでですね、決まりますね。楽しみ。はい、配信の方ではですね、画面に対象戦が映っているということなんですけれども、はい、トマ組の画面が映っているということになっております。そうですね、はい、で今回、まあ、トマ組が最初でもお話しましたが、北海道の店舗予選を勝ち抜いていただいておりまして、で、もう一つのスネークトリプルセブンの方が、東京都の、店舗から、勝ち上がってきてくれております。はい、さあ、それではもうバトルステージの方に早速、お、対象戦は、対象戦が一番早くされていきました。さあ、全国のチーム戦を勝ち抜いてきて、ついにこの決勝戦、さあ、非常に大注目の第1ラウンドになっていきます。はい、さあ、午前中の戦いを見る限りですね、はい、はい、非常にレベルの高い戦いが繰り広げられていました。そうですね、特にですね、チャージインパクト、これはですね、非常に見どころがありまして、やはり全国トップレベルの、はい、はい、ユーザーの戦いということでですね、パーフェクトがものすごい連発をされていると。多かったですね。はい、さあ、第1ラウンドに入っております。両チーム作戦を立て、さあ、第1ラウンドに挑むということになっています。なるほど、はい、
ゲームが配信されてるんでちょっと緊張しちゃうかもしれないですけどね。そうですね、落ち着いていつも通り頑張ってもらいたいです。はい、今全国のヒーローズファンもね、はい、カスを飲んでぜひ見ていただいてるところだと思います。そうですね、すごい。でもなんか迷いがない感じはある ね、お互いね、1ラウンド目はもう思いっきり作戦を ね、はい。さあここで第1ラウンド、はい、トマ組が2万6000の戦闘力を出し先行です。おお、さあアバターのアビリティが発動し、さあさらにスネークトリプルセブンのアビリティも発動、どうしていっております。第1ラウンドどのような展開になっていくのか、うん、さあここでいきなり必殺技マークがついているクロノアの攻撃、さあどうだ、さあパーフェクト、これ一手を決める。さあ気力も回復し、ここで必殺技が発動、初回パーフェクト、クロノアの必殺技、さらにホイのジャコハ、さあそしてヤムちゃんのローが夫婦剣が決まる、決まった。さあ4608のダメージ、さあさらに必殺技のマークがついている時の海王神、さあここはトリプルセブンがうまく防ぎました。レベル高い。さあさらに海王神アバターの攻撃、さあタンバリンとバーサーカー連携を決めている。さあここもうまく防ぐ、すごいパーフェクトでね。さあパーフェクト連発ですね。いやすごい戦いだね、はい、もう本当に目が離せない展開です、うん、さあここで高校のスネークトリプルセブンの攻撃、こちらも必殺マークがついている。おーい、さあどうだと、ここは必殺技が発動、すごい僅差だ、うん、さあ孫悟空ゼノの必殺技が決まる、さらに孫悟飯ゼノが追い打ちをかける。おお、さあダメージは5977。さあさらにこちらも時の海王神、必殺技マークがついている。さあここは両者譲れない、おっと、ここはミラクル防ぐ、ミラクル発動。さあ最後にヤムチャ、こちらも必殺技マークがついている。さあここも防ぐ、さあラウンド2に入ります、いやお互いですね、はい、必殺技マークがついてたんですけれども、うまくね、防ぎ合って、本当ですね、はい、ダメージをね、まさに一進一退の攻防で、はい、まあ、どっちもね同じぐらいのダメージを与えたんじゃないでしょうか。そうですね、最小限に抑えつつ、うん、はい、まだまだ HP はねたっぷりありますので、たっぷりありますね、はい、2ラウンド目、3ラウンド目どういう戦いになっていくのかと、はい、目が離せない展開になっています。はい、でもどんな状況でもやっぱ必殺技しっかり出してくるのはさすがですよ ね、 そうですね、パーフェクトも出すし、ね、はい、やっぱりこのパーフェクト連発っていうのがね、いや面白い、普段見れないですから、すごいですね、はい、さあここで何やら作戦が発動しているようですが、ここはどうでしょう。さあどんな、さあここでヤムチャのバトルカプセルが発動です。来ました。さあ何個まで解放できるか。さあここどこまで、さあ2個、お、どこまで行けるか、解放するかどうか、どうだ、どうだ。さあ2個発動しました。さあヤムチャのバトルカプセルが発動しました。入るかと、ここはお受けるダメージ2倍が入りましたね。さあこのバトルカプセル、ヤムチャ非常に強力なカードとなってまして、ユニバースミッション4弾で登場した、すごいですね、はい、非常にダメージを与えられるというカードになっています。さあここでロックオンも発動しまして、お、さあ第2ラウンドもうわ、コマ組が先行です。僅差でね、僅差ですね、うん、さあお互いのアビリティが発動しまして、お、さあこれがこの後のバトルにどのような影響を与えていくか、さあお互いに攻めのラウンドと転じたこの第2ラウンドですけれども、さあやはり必殺技マークが多くついてますね。さあついてますね、はい、これここのチャージインパクトどう決めてくるか。さあこのエリート連携通るか、
っとここも防ぐスネークトリプルセブン安定してます。安定してますね、はい、さあさらに海洋シアバターの攻撃、さあどうだ、ミラクルパウト、もう自ら手繰り寄せた感じですね、はい、うん、さあここで海洋シアバターの必殺技が発動、さあじゃんけんパーズそしてタンバリンの攻撃、6450のダメージが通る。さあ最後にベジータ、ここは防ぎたい、おーここも防ぐ、ここは防いだ、さあ最小限にダメージを抑えたスネークトリプルセブン、追加攻撃ですね、はい、さあここでダブルが発動、クロノワとベジータのダブルアタックが発動しています。時の海洋神の7500万年前の姿のクロノワなんですけれども、非常に強力なアビリティを持っているとして、大会では非常に人気のカードとなっています。非常に人気ですね、はい、非常に人気ですね。今日も予選では多く見ましたね、見ましたね、はい、1チームに1枚は入っているような強力なカードになっていました。さあここで2100のダメージ、おさあ後攻のスネークトリプルセブンの攻撃、こちらも必殺技のマークがついてますね、ついてますね、さあパーフェクト、さあどうだ、ここもパーフェクト、なんと2連続パーフェクトで防ぐ、すごい、なんおっとここでフリーズが発動、さあ海洋神アバターのフリーズが発動しています。やっぱりフリーズとかはねすごい相手の戦略をね一旦止めるっていうことでね、はい、そうですね、海洋神アバターはそれを備えているんですけれども、さあその海洋神アバターのバーサーカータイプ、戦闘力を 50% ダウンするという非常に痛いアビリティになってますね、痛いですね、はい、次がちょっと、はい、3ラウンド目には響いてくるんではないでしょうか、はい、さあこの海洋神アバターバーサーカータイプはなぜか関西弁というね、はい、確かにそうですね、キャラクターになっています、はい、さあセリフにも注目してみましょう、決まりやな、決まりやなということでねすごい注目を集めた瞬間だ、はい、ね、瞬間がありましたね、会場がね、僕らもすごい聞き入っちゃいましたよ、はい、集めるってぐらい注目が、さあここでスネークトリプルセブンの攻撃、パーフェクトで防ぐ、ここも防ぐ、お互い譲らない、さあさらに孫悟空ゼノ、さあここはどうだ、ここも防ぐ、何でパーフェクトなんだ、パーフェクトがすごい、さあここはどうだ、どうかな、ヤムチャの攻撃、さあここは負けそう、スネークトリプルセブンがヤムチャの必殺技ローガ夫婦拳を決める、まさにパーフェクト返しでね、出てきましたね、レベルが高すぎるいやこんだけ本当にパーフェクトを出してくれると実況の違いもありますね、ありますね、はい、盛り上がる、はい、さあここでダブルアタックが発動しています、はい、エリートの2人がダブルアタックを発動、さあ魔人アバターエリートタイプはこのおしゃれなスカウターをつけてます、お、はい、つけてますね、ミニバスミッション5段からまたね復活するスカウターなんですけれども非常に楽しみですよね、楽しみですね、スカウターキャンペーンございましたけど、はい、さあここで1787のダメージ、さあさらに何やら行動があるのか、さあシェンロン暗黒シェンロンモードが発動、さあ SDBH8 段で登場したこのシェンロン暗黒シェンロンモード、さあアビリティによってシェンロンを呼び出し自分で願いを叶えると、効果を選べるというカードになっています、まあ、どんな効果をねチョイスしてくるか非常に気になるところですけど、戦況によってね何を選ぶかというのを変えていくのかと思うんですけれども、さあ会場の方ではですね先鋒戦と中堅戦も繰り広げられていましてですね、はい、まだまだ勝負は決まっておりませんと、はい、まあ、どこも一進一退の攻防がね、はい、進んでいる感じになっております、
お、さあお願いは、さあお願いを叶えて第3ラウンドに突入です。おお、ちょうど見てた。さあ会場で大きな声援が巻き起こりましたけれども、さあ中継戦の方で何やら動きがあったのでしょうか。動きがあったんでしょう。さあさあこのゴッドチーム決定戦はですね、3人のチームを組んで戦うということで、ね、先に1勝した方が勝ちと、はい、そうだね、はい、いうことになっています。だから対象戦で勝てば勝ちとは限らないから ね、 そうですね、チーム戦になるからね、はい、3人の、配信の皆さんには分かりづらいかもしれないんですけれども、全員同時に戦っているということなので、はい、いろんなところでね声援 が、 そうだ、ね、声援がバラバラと起こっているという状況になっています。さあ勝負の第3ラウンドはトマ組が先行。さあこのゲーム全て先行を取っています。そうですね、はい、安定したね気力の操作と戦闘力の操作でうまくバトルをコントロールしていると思います。はい、さあトマ組の先行です。さあヒーローエナジーは10個、必殺技を打つには十分待ってますね。あーチャージインパクト。さあここはどうだ。おーパーフェクト、パーフェクト。おっと、さあ必殺技が入ると、中堅戦に今決着がついた。対象戦はホイが必殺技を打って、うん、ヤムチャとエリート連携が決まる。おーおー待ってますね。さあさらにヒーロー連携続いていけるか。時の海洋神、さあここはうまく防いだ、うん、さあさらにバーサーカー連携、ここも防ぎたい。海洋神アバターとタンバリン、おーパーフェクト、パーフェクト。一体何回出してるんですかこのバトルでパーフェクトを。すごい、すごいっすね。さあバーサーカー連携の必殺技が発動、うん、さあじゃんけん、お、パー、パー。さあタンバリンの必殺技、うわ、さあここで5700のダメージ。さあさらに何か作戦があるのでしょうか。さあここはどうするのか、どうなるでしょうか、はい、おっとアバターが気絶してますね。気絶してますね、はい、これは痛い。敵のチームの攻撃だ。さあここでスネークトリプルセブンの攻撃、さあ勝利宣言が発動。さあヤムちゃんには必殺のマークがついている。おお防ぐ。ここもパーフェクト止める。さすがですね、トマ組。さすがですね、連続して止めてきてます。さあ孫悟空ゼノの単体の攻撃、ここも防ぐ。ここも落ち着いてますね。これはすごいです、本当に。さあここでバーダックゼノの攻撃、さあここは発動、ここは発動しましたね。さあバーダックのリベリオンファングが発動し、時の海王神にダメージ、1639のダメージ。さあラウンド4までもつり込んでいます。いや来ましたね。でもあっという間だ、はい、ついにラウンド4。そうですね、やっぱりこの日本一を決めるチームの大将戦ということだけあって、お互いね一歩も譲れない、譲らないですね。非常にレベルの高いバトルになっています。なるほど、はい、さあ本当これだけレベルが高くてパーフェクト連発するともう見てる方もね、はい、すごいですね、やっぱり、はい、熱が入りますね。熱入りますね。もうマイク持つ手がもうびしょびしょ、もう緊張しちゃいますね、入る方が、ね、はい、やっぱここ4ラウンド目で結構動くんじゃないんですか。そうですね、お互いねヒーローエナジーはもうたまりにたまってね、たまってますからね、はい、HP も結構減ってますもんね。そうですね、トマ組が約2万、そして、うん、スネークトリプルセブンが約1万1000と、うんうん、まあ、このね1万の差だけど、はい、すぐね、はい、分からないからね、1万ぐらいじゃ。そうですね、おっとここで先行はスネークトリプルセブン。さあこの試合で初の先行を取った、ここは攻めに転じるようですね。そうですね、はい、ここで決まるのか。さあお互いにパーフェクト連発してますので、タイミングが ねずれればもう必殺技通っちゃうということなんで、そうですね、
一つのミスも許されないような非常に緊張した場面であります。さあここで善を玉の効果が発動し、はい、4000のダメージ、うんうん、いやこのタイミングでね善を玉の4000は結構大きい感じなんじゃないかなと、ね、さあここでスネークトリプルセブンは全員必殺技マークがついている。うわー1個でもおーパーフェクト。大事なぞここ。さあ2回目どうだ。1個決まると動くぞ。さあ両者一つも譲れない。パーフェクト。おー、うわー ここで必殺技が発動。孫悟飯ゼノ拍手が巻き起こる。全然お前は。さあここでダメージはどうだ。1564のダメージ。さあここでカウンターラッシュ発動。いいタイミングで、ね、いいタイミングで、ね、いいタイミング。ちなみに先鋒戦今ファイナルラウンドに入ってる。なるほど、勝負妥協ですね。作戦タイムだからもう時間の問題だぞ。なるほど、さあ続々と大将戦以外の結果が決まろうとしている中、お互い譲れないというところで、そうですね、カウンターラッシュ。さあここでカウンターをされ、さらにダメージも削られるということで3241。さあなかなか大きなダメージを浴びてしまいました。さあしかしまだまだ攻撃はやみません、うん、さあ魔人アバターのエリートタイプの攻撃。さあこちらも必殺技マークがついている。そうですね、はい、これをどう守るか、いけるか。さあどうだ。おお、ここもパーフェクト。さあここはどうだ。おお、またパーフェクトだ。譲らない。さあ3度目パーフェクト。これは素晴らしい。何の受け取だこれは。この緊張の中連続でのパーフェクト、すごい精神力だ。さあここで気絶してしまっている。これは全部受けてしまうのか。ヒーロー連携が決まる。さあ必殺技が発動。さあ時の海洋神の時の裁き、これは痛い、気絶は痛い。さあダメージはどうだ。さらにバーダックからのリベリオンファング。必殺技きついぞ。これはどうだ。さあさらにトランクス。さあダメージは6524。あでもよく抑えた。さあここでバトルアプリの効果が発動。おとここは防ぐ。あるすごいですね。さあ作戦通り、作戦通りなんでしょうか。すごいですね。自分のピンチをねしっかり予測してここで防ぐというのが、はい、素晴らしいですね、はいはい、ここでさあここで攻守交代。さあ止まっての攻撃、こちらもどうだ。ギリギリの戦い。おとここはパーフェクトで苫組の必殺技が発動。時の海洋神の時の裁き。さあさらにベジータの必殺技も発動。おっとここで HP がゼロだか。さあどうだ。帝王の文字が出るまでわからない。14000。さあここで敵チームの行動中ということは、ま、さかスネークトリプルセブン。さあ復活成功ということで、こういうことか。HP1000 を残して復活するという、こういうことか。そしてファイナルラウンドに突入。スネークトリプルセブンとしては追い込まれながらもしっかりと踏ん張ってね、ここも作戦のうちでしょうか。そうですね、これ もうお互い綿密な作戦のね、はい、仕掛け合いっていうところが本当見応えのある試合になってるなと。そうですね、はい、でもこのラウンド先行取った方が優位だが、ここはもうスネークトリプルセブンの攻撃。あ削り切れるか。さあ逆転勝利となるか、はたまた苫組ここを防ぎ勝利へと導くのか。すごいですね、すごい戦い苫組をね。さあここに来て全王玉の攻撃が発動しています。うわーこれはでかいぞ。4000のダメージ。4000はきついぞ。
さあ、おっと先鋒戦がバトル終了。さあここでスネークトリプルセブン、さあ残された全員ササマークがついている。さあここはぜひとも決めたいところ。残された大将戦、さあどうだ、譲れないぞ。おーパーフェクト。さあどうだ、おー、ここはイッサーサーサーが通る。ここの3連撃、レディット必殺技3連発。さあ孫悟空ゼノの必殺技、さあさらに孫悟飯ゼノの必殺技が発動。エリートタイプの連携が決まる。おお、すごいですね。さあさらにここも連携、防げるか。さあどうだ、おお、引き分け、ドキドキする。さあここはミラクルスパーフェクトです。ミラクル7必殺技が発動。さあ時の海洋神の時の裁きが発動しています。さあさらに追い打ちをかけるようにバーダックゼノの必殺技。さあそしてトランクスゼノの必殺技で追い打ちをかける。さあどうだ、どうだ、おー、さあ結果が全ての試合が終わったということで決しまったか、集計の結果はどうなんでしょう、はい、お疲れ様でした。さあでは決着いたしました。先方はスネークトリプルセブン、中堅はスネークトリプルセブン、大将はスネークトリプルセブンということで、勝利したのはチームスネークトリプルセブンです。おめでとうございます。すべて勝ちましたね、はい、すごい、すべてを、はい、完勝だね。ここに来て、さあそれでは選手の皆さん、自分のデッキをお持ちになってステージセンターまでお願いいたします。どうぞ真ん中にお願いします。はい、いや悔しいと思います。もうね、悔しさが表情に出ておりますが、ではお話を聞いていきたいと思います。チームを代表して両チームの大将から一言頂戴したいと思います。まずは準優勝のチーム苫組、ゆき、話聞いてください。さあ今の気持ちは、悔しいです。うん、悔しいよな。いやでも本当にいい試合だったよね。よかった、本当に。よく勝ってもおかしくない。第4ラウンド、ファイナルラウンドまで行ってたけど、あっという間だったもんね。よかった。よし、次の大会あったら頑張りたい。頑張ります。よし、頑張れよ。頑張れ。本当にお疲れ様でした。大きな拍手をしてください。本当にお疲れ様。さあ、そして見事優勝いたしましたスネークトリプルセブン、大将にすずちゃんお話聞いてみてください。はい。どうですか、優勝できて嬉しいです。うん、嬉しいよね。ここまで来れたのもなんか、うん、いろんな人がテンポから枠取ってくれたりしてくれたので本当にみんなに感謝してます。ありがとうございました。うん、素晴らしいコメント。なるほど、はい、うん、本当に優勝おめでとうございます。おめでとうございます。表彰式はこの後日本一決定戦終了後に行いますので、選手の皆様はステージの下でですかね、ステージ裏で一度お待ちください。熱いバトルを見せてくださいました両チームに皆さん今一度大きな拍手をお送りください。ありがとうございます。本当にお疲れ様でした。やったね。よっしゃ、戻ろっか。はい、それでは戻りください。ここからでいいよ、うん、ついていけばいいよ。いやすごいね。いやすごかった。いや本当すごいだ、はい、もう目が離せないね。本当にどっち勝ってもおかしくない本当戦いだったからと、うん、さあではチームの日本一が決定したところで、はい、続いては個人の日本一決定戦です、はい、うん、まずは小学生以下クラスになります。では選手に登場していただきたいと思いますが、選手の呼び出しは今度はこの方にお願いしたいと思います。野沢雅子さんです。どうぞ。すごい、よろしくお願いします。お願いします。野沢さんよろしくお願いいたします。ぜひセンターでよろしく。で、はい、嬉しいこれは。さあそれでは
参りましょう。チャージインパクトとかうまく決めていきたいです。小学生以下クラス東日本代表ナーゲイ。わーかっこいい、かっこいい、いいぞ、待ってますね、ナギ。よこちょいで。それでは続いて参りましょう。全国日本一になりたいです。小学生以下クラス西日本代表ライト。はい、ライト、うん、かっこいいぞ。さあ、それでは小学生以下クラスの両名が出揃いました。ではまずは東日本代表凪さんに意気込みを聞いてみたいと思います。はい、すずちゃんお願いします。意気込み教えてください。せっかくここまで来たので、うん、絶対勝ちたいです。うん、頑張ろう。頑張ってください。頑張れ。続いて西日本代表ライトさんに勇気からお願いいたします。大島の意気込みは、チーム戦で負けてしまったので、その日本一決定戦で何度か勝ちます。よし、チーム戦も出てたからね。はい、ね、あ、すごい気持ちいいね。個人戦でね、日本一頑張ろうな。頑張ってください。はい、それではバトルの前にお二人握手をお願いいたします。しっかりと握手を交わして、うん、それでは準備をお願いいたします。はい、このままいいんですか。中央の筐体の前にお願いいたします。こちらの合図があるまではボタンを押さないようにお願いいたします。そのままでお願いいたします。さあ、観客、お客様からもね、いいなーっていう声が上がってましたけども、はい、野沢さんの呼び出しも鳥肌立ちます、すごいですね。呼ばれたいです、うん、私わけわからないからすごいなと思って、はい、本当に頑張れよ、お互いに。おお、悟空からの声援が、はい、すごい、ありがとうございます。ありがとうございます。ではぜひ野沢さんもステージ裏で応援よろしくお願いいたします。お願いします。ありがとうございました。ありがとうございます。鳥肌立った今の。鳥肌立った。分かる羨ましいですね、はい、さあ、では準備の方はどうでしょうか。はい、大丈夫ですね、はい、では準備が完了したようです。ではゆきスタートの。オッケー、じゃあさっきと一緒で、せーの、スタートでよろしく頼むぜ、うん、いくぜ。日本一決定戦小学生以下クラス、せーの、スタート。それでは選手のお二人、バトルをスタートしてください。2人とも頑張って。バトル終了後もスタッフの指示があるまではそのままでお待ちください。それではお二人とも頑張ってください。いやー、かわいいね、二人とも。かわいいねー。でも強いからね。いや、そうなんだよね。ライトとナギ、うん、これね、ジャンバルでも頑張ってたからね。ねえ、うん、これからこの会場のみんなには正面のモニターでバトル見てもらうわけだけど、はいはい、はい、このモニターには西日本代表の、西日本代表がライトくんの、はい、はい、ライトモニターがね、うん、出ます、はい、配信ご覧の皆さんもライトくんのゲーム画面が見られます、はい、
今回ね、あのユニバースツアー、まあ、3月からあった展望予選から7月の東西代表ヒーロー決定戦まで非常に長い戦いを、いや長い戦いだったよね、はい、本当に俺らもね一緒に回ってたけど、西日本代表のライトさんは堺鉄砲町のイオンモール、はい、の近畿エリアで、なぎさんに関しましては、東北大会のイオンモール盛岡から盛岡、ね、今年初めて行ったとこで、はい、新しく行ったとこだよね。そしてついにこの10月、はい、この日本一決定戦の場所まで勝ち抜いてきていただいたということで、素晴らしい、いやもう非常にですね、こっちも緊張してきちゃうような、そうですね、はい、どっちも勝ってほしいよね。ねえ、それは無理なんだけどね。だから面白いんだよね。ねそうだね、そうらしいですよ。あれ聞いてますか、ロックさん。ロックさん聞いてますよ。聞いてますか、ちょっと。さあここでバトルステージへ転送されました。はい。はい、さあ日本一を決めるこの戦い、西日本代表と東日本代表の2人が。ついにここで対戦するという、はい、ことになっていますが、さあここで初めてお互いのデッキを知るんですけれども、はい、さあどういった心境なのか、さあここで全王玉が登場、はい、この決勝戦も変わらず全王玉バトルでの戦いとなっております。チームボーナス効果で、まあ、初めてねここで相手のまあデッキも見えるということで、まあお互いが思ってた作戦をそうですね、このままいけるのかそれともちょっと変えていくのか、そこも非常に見応えのあるとこかなと思います。はい、そして両者カードもね結構違うということで、はい、これまた全然違う作戦でお互い考えてきているということで、まあどのような展開になるのかと、なんか大神官入ってるだけで若干ピリつくよね。そうですね、いつ来んだいつ来るんだみたいな。まああとどの大神官かと、そうだね、あそうだね、そうもあるね、非常に、いやさあもう一度繰り返しますが、配信の皆さんがご覧になっているのは西日本代表のライト選手の画面となっております。はい、早速つまり、この敵チームと表示があるのが東日本代表の凪選手の行動ということになっております。まあ、前回のですね東西代表ヒーロー決定戦でも、まあ、凪選手大進化の方を、まあ、デッキの方に入れて、なるほど、なので、まあ、今回はどのような形で勝負を決めてきてくれるのかと。そうですね、はい、さあ第1ラウンドの作戦フェーズに突入しております。はい、さあそれぞれどのような戦い方を見せてくれるのでしょうか。まあ、日本一を決める戦いというだけあってですね、はい、まあ、我々の想像もつかないような作戦を立ってくれるような気もしておりますが、ぜひね配信をご覧の皆さんもこの戦い方なんかをね、うん、参考にしていただいて、はいはい、もう来週からね点灯大会なんかではね、いやもう同じデッキを使ったりして。しちゃったりしてね、で日本で一番強いヒーローが決まる、そうですね、この戦いなんで、はい、これはぜひこの戦い方を合わせて見ていただきたいなと。そうですね、はい、さあ第1ラウンドの全王玉の効果が発動しています。さあミラクル率アップということで、お互いにミラクル率がアップしております。さあ第1ラウンドはお互い様子見でしょうか。ナギ選手の先行です。はい、さあまずはナギ選手のトランクス未来が攻撃。さあゴッドミッション9段のこれはトランクスでしょうか。さあパーフェクト、挨拶代わりのパーフェクトを決める。ね今ね、さあ対するライト選手は同じくトランクス、こちらはゼノ、うん、はい、さあ第1ラウンドからいきなり必殺技のマークがついている。さあこここちらもパーフェクトで返す。そうですね、お互いパーフェクトで返して必殺技、トランクスゼノの必殺技が発動。
3059のダメージ。さあこれはですね、もう日本一を決める戦いでもあり、お互いのプライドがものすごくぶつかっているような戦いになってますね。もう気持ちがすごい伝わってくる。お互いね、パーフェクトでね、あの攻撃を決めていくっていうところが本当に非常に熱い展開ということで、様子見のラウンドでしたが、挨拶代わりのねパーフェクトをお互いに決めてくると。確かにバトルアプリ効果発動。さあ第1ラウンドでお互いのチャージインパクトのうまさはね、分かったと思うので、一つのミスが命取りになりかねない非常にレベルの高いバトルとなっています。さあここでライト選手の何やら行動があるようですが、さあ第2ラウンドの作戦フェーズとなっています。さあ1ラウンド目お互いに様子見ということでカードを1枚ずつしか出していなかった状況ではあったんですけれども、さあ第2ラウンドはどうか。そうですね、はい、お互いに決めてきた作戦でいっているのか、それとも相手のカード、そして戦況に応じて変えているのか、その辺もね後ほど聞いてみたいと思うんですけれども、さあここで大神官の効果が発動。大神官が出ました。さあ必殺技を発動できるようになった。はい、じゃあ凪選手の方ですね、これは完全に仕掛けてきてるね。そうですね、さあここでライト選手が何やら作戦を立てているようです、さあこれお互いね2ラウンド目にねいろんな仕掛けをやっぱ入れてきているんで、そうですね、はい、まあ、まず先行はどういくのか、はい、その中でのチャージインパクトどうなるか非常に注目の第2ラウンドになるかなと、はい、さあここでライト選手ロックオンで、さあお互いにロックオンかけている。お互いに、さあ作戦と作戦のぶつかり合い、ぶつかり合いですね。お互いに一つの選手を、一つのキャラクターをロックオンしていると。はい、大ダメージを狙ってるんだね。狙ってますね。そして先行取ったのがライト選手。はい、おさあ戦闘力1万9000で、はい、ここは完全に勝負を。さあこのラウンド動くぞ、うん、さあまずは魔人アバターエリートタイプの攻撃。さあチャージインパクト、このチャージインパクトがもしかしたら勝負を分けるなんてこともありますからね。あるあるある。おーい、パーフェクト、互いに譲らない。さあ鍵選手2連続パーフェクトで防ぐ。すごい守りきりましたね。さあさらにまだまだ攻撃がやみません。孫悟飯ゼノの攻撃。さあパーフェクト、パーフェクト、さあどうだ。すごい、3連続パーフェクトだ。これはすごいですね。すごいパーフェクトを決めてくる。もう決めさせないっていう感じなんですかね。はい、さあヤムチャが、おお、また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 パーフェクト、またパーフェクトですね。さあお互いに恐ろしいほどの精度を持つ。おお、これはすごい。必殺技が発動。ヤムチャのローガ夫婦剣が発動しました。あ、これはもしかして、あ、これはさあここで気絶、気絶にいった。さあさらにヒーロー連携が決まる。どうだ、うどうだ。さあ必殺技発動、盛り返してきた。さあ時の海王神と時の裁き、さらにトランクスゼノ。さあ削り切れるか。さあどういくか。さあさらにバダク決まる。あー、決まった、大ダメージ。さあっとここでなんと気絶している魔人バサーカーに攻撃が入る。さあこの減り方はどうだ。うわー、あー、どうだ。1万を超えるダメージ。ゲーオー、ゲーオー、すごい戦いでした。すごい戦い、パーフェクトの数、ね、レベル高すぎじゃない。す
すごい、これは。いや、ものすごい戦いでした。お疲れ様でした。すごかった。これが日本一を決める戦い。はい、もう異次元の戦いでしたね。本当にすごかった。すごかった。もうさあ、ということで決着がつきましたね、はい、見事勝利したのは東日本代表のなぎさんです。おめでとうございます。それではステージセンターにお願いいたします。では一言いただきたいと思います。まずは準優勝ライトさんに、あ、失礼いたしました、大変失礼いたしました。準優勝なぎさんに一言いただきたいと思います。戦った感想言えるかな。すごく悔しいですね。ここまで来たからね。でもまた来年もあるし頑張れそう。うん、頑張ろうね。全国で2番ですからね。めちゃくちゃすごいですよ。いや、めっちゃレベルも高かったし、はい、あそこ防ぎ切ってたらもう必殺技やり返してた、ね、あんなパーフェクトすごすぎるね、チャージインパクトめちゃくちゃ上手だった。めちゃくちゃすごい、はい、本当に良かったです。お疲れ様でした。そして見事優勝いたしました、失礼いたしました、ライトさん、はい、では一言お願いいたします。今の気持ちはいいよ、自由に喋っていいよ。はい、勝てて良かったです。勝ててよかった。そうだよね。もう歓喜、もう歓喜涙がね、もうそう。ね、そうね、よく頑張ったな。うん。じゃあ頑張ったね。応援してくれたみんなに一言言おうか。ありがとうございました。ありがとう。本当におめでとうございます。おめでとう。ありがとうございます。さあ、表彰式はこの後日本一決定戦年齢制限なしクラスの終了後に行います。それでは一度ステージ裏でお待ちください。熱いバトルを見せてくださいました2人に大きな拍手をお送りください。ついてていいよ。ありがとうございました。もうすべてを戦いに打ち込んだということですね。3月4月からの、ね、長い長い戦いでしたね。歓喜は余りますよね。それはやっぱり、うん。さあ、それでは次がいよいよ最後のバトルとなります、はい、日本一決定戦年齢制限なしクラスです。では選手の方に登場していただきますが、やはり選手の呼び出しはこの方にお願いしたいと思います。では野沢雅子さん、お願いします。お願いします。すいません、すいません、何度も何度もお呼びしてありがとうございます。では再びよろしくお願いいたします。すごいですね。すごいですね。いや、すごかったです。本当に、はい、次も楽しみ。負けても2位ですからね。本当に、本当にそうですよ、はいはい、さあ、それでは続いて参りましょう。絶対勝ちます。年齢制限なしクラス東日本代表、わお、よし頑張れ。いいね。それでは続いてお呼びいたしましょう。絶対負けません。年齢制限なしクラス西日本代表、シェンロー。あー、かっこいい。さあ、ではステージ中央にお願いいたします。ではいよいよ年齢制限なしクラスの決勝戦ということになります、はい、まずは東日本代表ワオンさんに意気込みをすずちゃんから聞いてください。はい、意気込みをお願いします。絶対勝って日本一になります。うん、頑張ってください。ストレートですね。では続いて西日本代表シェンロンさん、今のお気持ちは。ここに来るのには日本一になるために来たんで、
今日は勝って帰りたいと思います。よし、いいですね。すごい心強い仲間がいっぱいいますね。それではバトルの前に握手をお願いいたします。よし、頑張れ。では選手のお二人準備をお願いいたします。準備が終了しても合図があるまではボタンを押さないようにだけお願いいたします。さあ、そして野澤さん、呼び出しありがとうございました。ありがとうございます。頑張れよ。うわお、ありがとうございます。いただきありがとうございます。2度目の鳥肌が近くで聞くとやっぱりあ、そう、隣でね、すごい近くでね、はい、さあ、それではどうでしょうか、準備の方は。はい、ちょっと待ってくださいということですね。いや、もうこれで最後だね。最後だね。もう次最後で、ね、はい、ドキドキしますね。さあ、はい、それでは準備が完了したようです。じゃあ、ゆき、スタートの掛け声お願いいたします。よし、これで最後だ、みんな一緒によろしく頼むぜ、うん、さっきと一緒だ、いくぜ。日本一決定戦、年齢制限なしクラス、せーの、スタート。それでは選手のお二人、バトルをスタートしてください。終了後はスタッフの指示があるまではそのままの席でお待ちください。これは違うね、違うね、もらっちゃう。さあ、ついに年齢制限なしクラスの決勝戦ということでですね、はい、配信をご覧の皆様、そして会場で真ん中に映し出されているモニターに関しましてはですね、西日本代表のシェンロンさん、シェンロンさん、はい、そして東日本代表のワンオンさん、ワンオンさんは画面上では敵チームに出てくるということになっています。はい、で今回西日本のシェンロンさんに関しましては、最初のエリア代表披露決定戦はイオンモール熊本から、はい、持ち上がってきていただいているような形になります。でワオン選手に関しましてはイオンモール幕張新都心というところになりますので、はい、まあ、非常にね、まあ、本当西と東と、いうところのついに、決着がつくのかなと思います。はい、さあ、春からの非常に非常に長い戦いを、ね、はい、勝ち抜いてきたこのお二人なんですけれども、まあ、この決勝にかける思いもね、はい、それぞれ非常に熱いものとなっていますの で、 そうですね、お互いにね、このプライドとプライドがぶつかるバトル、はい、非常に楽しみですね。コメントでもね、どっちも譲らないね、はい、形でどちらも優勝するっていう意気込みをいただいてますんで、そうですね、ぜひ注目していきたいと思います。はい、熱いバトルが期待できるのではないでしょうか。はい、はい、お互いね、野沢さんから、まあ、悟空から、悟空から、はい、カツを入れられてるんで、いや、はい、頑張るしかないですね。はい、あのシェンロン良かったね、すごい、ね、ビデオシェンロンみたいな、ビデオシェンロンみたいな、はい、またレベルに応じて。さあ、バトルはですね、お互いステージに転送、そして全王玉バトルの説明が今流れているところでございます。はい、今ね、どういう風な作戦でいこうかっていうのも非常にお互い考えてるんじゃないんでしょうか。はい、そうですね、はい、さあ、バトルアプリのチームボーナスが乗ってきて、ラウンド1の作戦タイムとなっております。ラウンド1どういう戦いになっていくんでしょうか。はい、非常に気になるところです。はい、画面上は西日本代表のシェンロンさんの画面が映っています。さあ、ここでお互いのチームのアビリティが発動しました。はい、さらに全王玉のアビリティが発動、お互いのミラクル率がアップします。はい、このね、決勝戦お互いもパーフェクトを当たり前に決めてくるから、ミラクルが乗るとほぼパーフェクトっていう本当ですね、本当にパーフェクト同士のね、戦いで、はい、なんでもう本当にミス許されない、もう一つのね、緩みがもう大きく戦況を変えてしまいま す、ね、さあ、第1ラウンド、ここはシェンロンさんの先行、はい、戦闘力5499ということで、うん、さあ、早めに作戦を決めたシェンロンさんの方が有利ということになっています。さあ、第1ラウンドから必殺技マークがついている。さあ、ここはワオン選手、ワオン選手がしっかり防ぐ、できましたね。続いて
さあ続いてバオン選手。さあバット来ましたね、はい、やっぱりミラクルがね乗ってくると、はい、ものすごい引き分けになってきますね。おおっと2連続連続ミラクルすごいですねこれは、はい、運も持っているという、ね、運も持っているっていうことですね、はい、さあさらに攻撃の手はやまない。ここでミラクル返しミラクル返しが効いてきます。効いてきますね。やっぱり必殺技ではないものの、これがね後々のラウンドで非常に大きな、ね、意味を持ってくる可能性があります。そうですね、はい、さあここでヤムチャの攻撃。おここはシェンロンさんがパーフェクトで防ぐ。しっかり守ってきましたね。はい、さあ非常に白熱した攻防になっていますが、はい、まあ、お互いねまだ必殺技マークはついていない中で、そうですね、はい、お、ここでさあここで何やら、お、さあゴッドメテオが発動しています。さあワオン選手のビルスによるゴッドメテオが発動しています。はい、さあこのビルスも非常に強力なカードとして人気のあるカードですけれども、次のラウンド敵のアタックに効果があると。はい、極栄のゴッドメテオ、はい、これは非常にシェルン選手ね2ラウンド目あの出し方ちょっと再考する必要あるのかもしれないですね。そうですね。さあここでシェンロン選手は若干攻めにくくなったような状況が作られてしまいましたが、はい、さあ第2ラウンドどのような作戦でいくのか。まあね、普通ならまあ、はい、ね、出したくないところであるんですけれども、ね、ここはね日本一の場なんで、もう僕らの想像を超えるような僕らのね、はい、どう来るんですかね。上げますねハードルを、はい、どうなってくるのかが非常に楽しみですね。はい、まあ言えばねこの、まあ、ビルスの対策であったりとかビルスが来てもこう攻められるのかみたいな、はい、配信をご覧の皆さんはね参考にしていただきながら、そうですね、はい、こういう返しがあんだみたいなのもね発見があるかもしれないですしね。逆にビルスを持っている人はねまた使いたくなるでしょうし、うん、そうですね、はい、さあここで極炎のゴッドメテオの効果が発動、はい、与えるダメージが超ダウンするという非常に嫌な効果を持っています。ダウンはね、さあワオン選手は有利に進めることができるのか。さあここで敵チームの行動中ということはワオン選手が何やら効果を発動させているのか、はい、そうですね、作戦を考えているのか、はい、さあなんとここでヤムチャ3つ3つここで見事3つ、ここでなんとバトルカプセルが3つ、うわ中に入れましたね全部ね。運も持っているやっぱり。これはどうなるか。さあゴッドメテオとヤムチャの効果が合わさりどのようなね2ラウンド目になっていくのでしょうか。さあここでシェンロン選手が何やら作戦を考えているようです、はい、さあどのような作戦でしょうか。さあここはそうですね、はい、じっくりと待ち、じっくりと、さあ第2ラウンド、おシェンロン選手の先行です。シェンロン選手が、はい、1ラウンド目もね5000近くの戦闘力で、はい、同じぐらいの戦闘力バトルでしたね、はい、2ラウンド目に関しても同じような展開かと思いきや、キャラクターはねアタックエリア多く出てるので、多く出てますね、はい、さあシェンロン選手すべてのキャラクターに必殺技マークがついている。ーパーフェクト、パーフェクトだけが来る。このエリート連携どうなる。おお取りました、必殺技が発動、魔人アバターのエリートタイプのバーニングアタック、さらにホイのジャコハが決まる。さあ2379のダメージ。ーさあさらにここでバーサーカーの連携、おーおーこれはワン選手非常に精度の高いチャージインパクト。さあ何か動きがある、はい、そうですが、さあここはですねいろいろなカードアクションアビリティが発動しているのでしょうか。どうでしょうか。
あここでゴッドメテオが発動です。はい、孫悟空スーパーサイヤ人ゴッドスーパーサイヤ人のゴッドメテオが発動、はい、さあ85のダメージ。さあここで真紅のゴッドメテオが決まる。パワーを下げる形ですね、はい、ゴッドメテオ返しですね。さあここでワオン選手の攻撃です。さあここで超時空斬りが発動、うん、さあフューは一体誰を呼び出すのか。さあ誰だ。ユニバースミッション3弾で登場したこのアビリティですが、さあ誰だ誰だ。さあここで登場するのは孫悟空ゼノ。孫悟空ゼノ出ましたね。さあお互いにコートを着たゼノ選手2人がシェンロン選手に猛攻をかける。さあそして孫悟空ゼノの必殺技決まる。2748のダメージ。さあまずはワオン選手のエリート連携。あーここさあここはどうだ。パーフェクト。ワオン選手パーフェクト決めてきましたね。必殺技発動。そして気力も大きく回復。ごはんくすの必殺技が発動です。ワオン選手はねもうパーフェクト連発なので、うん、その連携効果も含めた作戦で、ね、立ててきているんでしょうか。はい、ここはどうだ。おー、さらにパーフェクト。パーフェクト、すごい。さあここのヒーロー連携もゴール。隙、はい、のない攻撃ですね。はい、時の海王神の時の裁きが発動。さあ2719のダメージ。さあそしてヤムチャの攻撃。さあここも決められるか。さあバーサーカータイプのヤムチャ止めたいけど、はい、どうだ。さあそしてシェンロン選手のタンバリンですかね、あれ気絶してますね。あ、本当ですね。はい、さあここはミラクルで防ぐ。ここはなんとか防ぎ切りましたね。さあ横島の技押しが発動し、ここでシェンロン選手が、はい、ここで画面を、ね、立ててますね、はい、そうですね、やっぱお互いにパワーダウンされてるのが効いてますね。そうですね、あんまりダメージはいかないように。そうだね、1回2回必殺を受けても耐えられるような構成になってます ね、うん、ねやっぱりこのパーフェクトありきの作戦っていうのが、いやそうだよね、うん、いや本当そうだよね、すごいですよね。そうですね、うん、お互い安定してパーフェクトを決められるので、うん、バトルアプリ効果発動。ここでバトルアプリの効果が発動しました。さあここでシェンロン選手の効果が発動。うわ意外と今のきついんや。頂きの選手が発動してます。あさあ最新弾の、ね、カードもどんどん入ってるっていう ね、 入ってますね。さあこのラウンドはどうなるのか。どうですかね。はい、そろそろね結構大きく動いていくんじゃないかっていうところがちょっと見受けられますけれどもね。そうですね、ワオン選手はまだまだ HP はね余裕がありそうなので、はい、本当ですね。32616、はい、さあそれに対してシェンロン選手はどのようなね作戦を立てていくのか、うん、いや非常に注目するダークナウンド目になるんじゃないかなと、はい、そうですね、慎重に作戦を立ててますね、はい、そうですね、2人の緊張感がこの画面越しから伝わってくる感じですね、はい、さあここでゴッドメテオの効果が発動しました。さあここでお互いにヤムチャの効果が発動しました。さあここで全王玉のバトルの効果が発動。さあさらに作戦が続きます、はい、さあこのラウンドどのような作戦で行くのか。
さあこの作戦ね、非常にいやこの どのタイミングで想定した作戦を、ね、出すかっていうのもね、はい、非常に戦局を左右する形になるの で、 そうですね、春からのこの予選を、ね、勝ち抜いてエリア代表になり、そうなんですよ、はい、その思いがねこの数十秒の間に決まりますからね、はい、決めないといけないというね、はい、決断力、勇気がね必要になってくる、勇気が、はい、おお、さあここで、はい、シェンロン選手の先行です。さあシェンロン選手取りました。さあこれどこまでね、はい、マオ選手の HP を削っていけるのか、そうですね、もう削り合いですね、こう、はい、さあここで全王様の効果が発動しています。さあここはどうだ、4000のダメージ、うん、さあ妨害のチャンス発動し、はい、よりねチャージインパクトの見どころが増えた感じでしょうかね、非常に重要なね、はい、なと思います。さあどうだ、ヒーローエナジーは十分だ、おーおー、ガード決めた、ワンオン選手止めますね、はい、さあさらにヤムチャの攻撃、ここも必殺技マークがついている。さあどん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 ワンオン選手、鉄壁の守りなんじゃないですか、そうですね、さあここはエリート連携が決まっているぞ、どうだ、ミラクル、さあ気力も回復し、はい、さらに必殺技が発動、まさにね気持ちでねミラクルを手繰り寄せたような感じなんでしょうか、はい、さあここでバーニングアタックが発動、さらにホイのジャコハ、さあダメージはどうだ、3493のダメージ、はい、さらにバーサーカー連携、ここは防ぎたいぞ、防ぎたいね、さあどうだ、おお、素晴らしい、さあしかしヤムチャが気絶しているようだ。さあここでヤムチャが気絶してしまった、ヤムチャが気絶してしまいました。さあワンオン選手の攻撃、3人にマークがついている。さあまずはこのヒーロー連携どうなる、おお、パーフェクト、どちらも譲らない、さあどうだ、おお、2連続パーフェクトで防ぐ、ここでシェノ選手見せました。さあさあまだ攻撃が続く、おお、なんというレベル、おお、パーフェクト乗ってきた、さあこれは完全なパーフェクト、ワン選手見せつける、これは完全に乗ってきたぞ、ね、さあベジータゼノの必殺技が決まり、さあ残り HP は1万を切りました。シェンロン選手対するワンオン選手まだ2万残っています、うん、いやでもいや すごいチャージインパクトバトルでした ね、 す ご、 いすね、すごいですね、はい、パーフェクトばっかり、すごい、パーフェクトって叫びすぎてもう喉が飛びそうです本当。すごい戦いです。あんなパーフェクトでもう1回ってそんなにね、見る機会そんなないんですけどね。そうですね、もう今日の大会もすごい見すぎて、はい、そんな出んのかなみたいな。そうですね、簡単に、はい、もう簡単に出しすぎて自分でもできそうな気がしてきました、はい、本当ですね。いやもうついに4ラウンド目ということでね、はい、もう4ラウンド目なんですね。そうですね、あっという間に、はい、さあお互いに作戦を決めているところではあります、はい、シェンロン選手のカードはですねエリートとバーサーカーが綺麗にこうしましまになってますね、しましまになってますね、2つのタイプで構成されたデッキと、この辺の、ね、連携も考えながらデッキを組んでいくというのはですね、はい、非常に大事なことになってまして、それぞれの、ね、連携パーフェクトっていうのは効果違いますので、はい、まあ、どのバトルタイプが自分のデッキに、ね、うん、適しているかっていうのは、ね、はい、考えながらデッキを組んでみてほしいなと思ってます、はい、当然ねパーフェクト見越してでのね、そうですね、組み方なんでね、はい、シェンロン選手とワンオン選手のようなパーフェクトを常に出せるようなね、はい、プレイヤーはそれを加味した戦い方になってますね、より深いデッキ構成になってるんじゃないでしょうか、はい、さあここでお互いのロックオンが発動し、さあここです、圧倒的な差がついたぞ、はい、戦闘力2万6000を出し、はい、
これは攻めの末ですね。攻めますね。勝負をつけに来たか。さあ対するワオ選手、ここはうまく防げるか。非常に注目なこの一戦になります。さあシェンロン選手、さあどうも選手防ぐ、防ぎましたね。さあさらにここでエリート連携、さあ非常に大事なチャージパット、どうだ、処理ました、しっかりと決めてくれ、これは決めましたね。大きいんじゃないんでしょうか。5位のチャコハ、さあさらにゴハンクスの攻撃、さらにゴハンクス、うわこれは動いたぞ、これはさあ相手を切り刻み、ゴハンクスが圧線のダメージ、あーダメージが出てる。さあさらに攻撃が終わらない、バーサーカー連携、これは非常に強力な攻撃だ。このバーサーカー連携、さあどうなる、もう一度、さあ勝負を決するか、どうだ、落ち着いてもう一度、さあここで一度クールダウンし、さあおー、これは執念か。さあワオ選手必殺技を防ぎ、なんとか耐えましたね。さあここで究極龍拳が発動しています。ここも耐えられるか、はい、マジンアバターのエリートタイプスーパーゴッドクラスアップのアビリティ究極龍拳が発動しているところなんですけれども、はい、さあユニバースミッション1弾で新たに登場したこのアビリティ非常に強力ということでですね、アバターには、はい、備えられていると。さあもちろんレベルマックス、さあここはシェンロン龍拳、さあどうだ、さあどのぐらいのダメージが出てくるか、さあここは952のダメージ、さあここで来てしまったゴハンクス、さあここで高校のワオン選手、さあワオン選手もおっと、さあここでカウンターラッシュ、さあワオン選手もですね必殺技マークがついてましたから、はい、ここをね、そうですね、カウンターラッシュで防いだのはでかいんじゃないですか。いや非常に大きいですねこれは。さあアバターの強力な攻撃が防がれてしまったワオン選手としては作戦通りでしょうか。さあこのカウンターラッシュされてしまうということも作戦に含めたのか、含めているのか、想定通りなのか、それとも想定外なのか。そうですね、これはどういう結果になるか、はい、さあしかしまだまだ攻撃はやみません。さあここで一度クールダウン、そうですね、はい、ここでね一度呼吸を整えて、はい、パーフェクト、レベルが高い、さすがです、パーフェクト、ここはちょっとした、さあここで一発技発動、さあさらに気力も回復、さあヤムちゃんのローガ風源が決まる、さあさらにベジータゼノの攻撃、うわーってなると、おお、これはさあ4600のダメージ、ここはここはヒロ連携、これはこのヒロ連携か、さあここは必殺技が通る、ピルスの破壊神の怒り、あーこれはうわーダメージはどうだ、さらに時の海王神、時の裁き、うわーどうなるどうなるどうなるか、あーどうだ、最後までわからない、さあどうだ、ケイオー、さあものすごいバトルでした、すごかった、熱いバトル、
あげし、これが大人だよ。これが年なしだよ。これはもう、すごい。レベルがすごい。年なしだよ。いや、興奮しました。会場もすごい盛り上がりで、パーフェクトを出すたびに会場が湧くというね。何年かでパーフェクトを出してたんだという。いや、本当素晴らしい戦いでしたね。はい。では、見事勝利したのは、ワオンさんです。おめでとうございます。ございます。それでは一言ずつ頂戴したいと思います。うん、まずは準優勝シェンロンさん、ゆきからお願いいたします。はい、今のお気持ちは。いや、みんなにいいとこ見せたかったんですけど、チャージも良くなかったんで本当申し訳ないです。チャージ良くなかったんだね。いいところ見せられたと思うけどね。すごかったです。はい、本当にすごかった。いや、十分にもうかっこよかったよね。ね、かっこよかったけど。ね、では続いて優勝しましたワオンさん、はい、一言お願いいたします。優勝して嬉しいです。うん、嬉しいです。また来年も日本一になりたいです。2連覇宣言。2連覇宣言、いいですね。楽しみですね。素晴らしいですね。本当におめでとうございます。それではお二人はそのままお待ちください、はい、ではですね、これより表彰式を行いたいと思います。はい、では素晴らしいバトルを見せてくださいました選手の皆様にご登場いただきましょう。どうぞ大きな拍手でお迎えください。どうぞ真ん中にお願いいたします。はい、小学生以下クラス、そしてバトチーム決定戦のメンバーが、さあ全選手に登壇していただきました。さあそして最後ですので、この方々にも登場していただきたいと思います。はい、お願いします。お邪魔します。はい、あ、かなた、かなたと、かなた、さらにはかな、いらっしゃるかな、かな、ヒーローは遅れて登場するとね、もう本当ね、何度もお呼びして、うん、はい、あれちょっと待ったーって来ないかな。ここでですね、皆さんも今か今かと思っていますが、はい、どなたなんでしょう。わからないです。どなたなんでしょう。どなたなんでしょうか。わからないです。いや、というか本当にあっという間に日本一本当ですね。はい、どの試合も本当すごい戦いで、うん、本当にどれも目が離せなかったなと思います。研究所でも見てたんですけど、はい、本当にいい試合で、もう僕も修行になりました。はい、見てるだけでね、本当修行になる、はい、本当にすごい戦いでしたね。はい、うん、気づけばもう本当朝一からずっとですものね。はい、そうですね。でも本当にどん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 お客様の声援も大きくなって、そうですね、はい、決勝戦はパーフェクトの回数がすごかったです。お、ね、そうですね。あ、ここで野沢さんと島田さんが、ありがとうございます。再びご登場いただきました野沢雅子さん、そして島田美さんです。ありがとうございます。ではこれより表彰式を行ってまいりますが、プレゼンターは野沢雅子さん、そして島田美さんにお願いしたいと思います。お願いします。お二人ともよろしくお願いいたします。ではこれより表彰式を行ってまいりましょう。まずはゴッドチーム決定戦です。準優勝チームトマ組、それでは前にお願いいたします。ステージ中央に3人揃って登場してください。それではプレゼンターは島田敏さんです。島田さんよりまずは賞状のお渡しとなります。ゴッドチーム決定戦2018スーパードラゴンボールヒーローズゴッドチーム決定戦決勝大会準優勝チーム名マグミ聖騎アッキーナ殿。スーパードラゴンボールヒーローズゴッドチーム決定戦において仲間と共に見事ライバルたちを倒し偉大なる成績を収めたので、その勇気と栄光をたたえここに表彰します。おめでとう。おめでとうございます。そしてトロフィーの贈呈です。
おめでとうございます。はい、どうぞ。おめでとうございます。準優勝はチームトマ組の皆さんです。どうぞお下がりください。それではお下がりください。島田さん、ありがとうございます。ありがとうございます。さあ、ゴッドチーム決定戦、続いて優勝です。優勝はチームスネークトリプルセブンです。おめでとうございます。おめでとう。ではこちらプレゼンターは野沢さんにお願いいたします。では野沢さんより賞状のお渡しとなります。優勝チーム名スネーク トリプルセブン、ごめんね、トリプルセブン、ワタボー殿。あー、面白いですね。いい名前ですね。スーパードラゴンボールヒーローズゴッドチーム決定戦において仲間と共に見事ライバルを倒し偉大なる成績を収めたので、その勇気と栄光を称え、ここに表彰します。おめでとうございます。おめでとうございます。そして続いてトロフィーの贈呈です。すごいね。おめでとうございます。おめでとうございます。ゴッドチーム決定戦優勝はスネークトリプルセブンです。おめでとうございます。それでは一度お下がりください。続いて日本一決定戦小学生以下クラスの表彰です。準優勝はなぎさんです。おめでとうございます。どうぞ中央にお越しください。ではプレゼンター島田さん、お願いいたします。ではまずは島田さんより賞状のお渡しです。スーパードラゴンボールヒーローズ日本一決定戦2018小学生学クラス準優勝なぎ殿。スーパードラゴンボールヒーローズ日本一決定戦2018において見事強人たちを倒し偉大なる成績を収めたので、その勇気と栄光を称え、最強のヒーローであることをここに表彰します。おめでとうございます。おめでとうございます。そしてトロフィーの贈呈です。おめでとう。おめでとう。おめでとうございます。日本一決定戦小学生以下クラス準優勝はなぎさんです。改めて大きな拍手をお送りください。それでは一度お下がりください。続いて日本一決定戦小学生以下クラス優勝はライトさんです。おめでとうございます。プレゼンター野沢さん、お願いいたします。では賞状のお渡しです。おめでとうございます。スーパードラゴンボールヒーローズ日本一決定戦2018年小学生以下クラス優勝ライト殿。素晴らしいね。おめでとうございます。以下同文ですので。おめでとうございます。どうもおめでとうございます。そしてトロフィーの贈呈です。すごいよ。大きいですね。おめでとう。こんな大きいよ。おめでとう。おめでとうございます。日本一決定戦小学生以下クラス優勝はライトさんです。おめでとうございます。それでは一度お戻りください。さあ、そして日本一決定戦年齢制限なしクラスの表彰です。準優勝はシェンロンさんです。どうぞ前にお越しください。ではプレゼンター島田さん、お願いいたします。まずは賞状のお渡しです。日本一決定戦2018スーパードラゴンボールヒーローズ日本一決定戦2018年齢制限なしクラス準優勝シェンロン殿。ドラゴンボールヒーローズ日本一決定戦2018において見事強人たちを倒し偉大なる成績を収めたので、その勇気と栄光を称え、最強のヒーローであることをここに表します。
でとうございます。おめでとうございます。そしてトロフィーの贈呈です。おめでとうございます。優勝はシェンロンさんでした。さあそして日本一決定戦年齢制限なしクラス優勝はワオンさん、どうぞ前にお越しください。ではプレゼンター野澤さんお願いいたします。賞状のお渡しです。おめでとう。スーパードラゴンボールヒーローズ日本一決定戦2018年齢制限なしクラス優勝ワオン殿、おめでとう。以下同分です。おめでとうございます。どうも。そしてトロフィーの贈呈です。優勝だよ、おめでとう。おめでとうございます。おめでとう。日本一決定戦年齢制限なしクラス優勝はワオンさんです。そしてプレゼンター島田さん、野澤さん、ありがとうございました。本日バトルを見せてくれました選手の皆様に今一度大きな拍手をお送りください。本当にお疲れ様でした。ありがとうございました。さあということで日本一決定戦も終了いたしましたが、野澤さん、本日のバトルをご覧になっていかがでしたでしょうか。ずっと見ておりましたけど、はい、私は絶対についていけないなあっあっって言ってるうちにパッてやられるじゃないですか。できませんね、もう全然ついていけませんね。早いみんな、はい、うん、早かったですよね、はい、素晴らしいです。でも強かったですね、強いです、強いです、はい、だってね日本一と2位ですよ、うん、ねえ素晴らしいですよ、はい、本当おめでとうございます。ありがとうございます。さあそして島田さんもご覧になっていかがでしたでしょうか。あの後ろの方でさせていただいたんですけれども、はい、その集中力とその判断力素晴らしいですね。パーフェクト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 、ありえないですよね。いや本当すごい、いや、ね、人たちだなと思って、はいました。はい、これからも頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に日本一というよね試合展開だったと思います。ありがとうございました。さあ以上で、配信の方とはここでお別れとなります。では選手の皆さん大丈夫ですか。はい、もう一歩ずつ前出ますか。ちょっと前出ていい、はい、うん、前出ましょうか。うまいこと顔出そうか。はい、じゃあこっちから。では配信の方とはここでお別れとなります。放送をご覧の皆様最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。これからもぜひスーパードラゴンボールヒーローズを楽しんでください。ではゆうき、最後はいつもので、はい、よっしゃ、いつものあれでいくぞ。宇宙を救うスーパーヒーローは君だ。準備 OK かな。はい、お願いします。大きな声で頼むぜ。せーの、宇宙を救う、せーので宇宙を救うスーパーヒーロー君だね。びっくりした、いつもやってるメンバーが全然違う。びっくりした、ちょっとマイクが切れちゃった。ちょっとね、ごめんなさい。喉が集中して、集中、はい、集中して、集中、はい、いくよ、せーの、宇宙を救うスーパーヒーローは君だ。それでは皆さんまたお会いしましょう。バイバーイ。手振ってバイバーイ。このまま配信の方にぜひぜひバイバーイ。またお会いしましょう。